A B! こんにちは、たま先生やで。今日からベクトル、頑張ってここな。このベクトルいうんは高2になって初めて出た内容やから小学校の頃からやってきた計算系の数2とかと違って数学好きな人も嫌いな人も同じスタートを切るとこや初めて料理する人に最初っから小難しそうな料理を教えんと 簡単なきゅうりの輪切りとかからやるんと一緒でここはほんま小学生でもできるような内容になってる英語とかかって中学生からやろ中学生言うたら結構頭ようなってんねやけどそれでも一番最初はアルファベットからやし俺も大学生になった時にフランス語っていうのを習った時はアンドゥトワーとかもうほんま小学生なみやったしかも俺はそれをおっとしたんやけどなせやからこのベクトルって高校数学やったとしてもほんまにこれが一番最初やから 小学生的な基礎しか習わへん分短期間でマスターできて絶対簡単やねせやからビビランと一緒やってみようなベクトルーいうのは今までやった1とか3とかの数字が方向を持ってるっていうやつやせやからこんな3でも方向が違うと別もんやと考えるし2たつ3で5ってならへんこともある例えば3やったとしてもその方向で無限に生まれるからな無限通り生み出せるってなんか便利ね うん便利とは少しだけ違うかなでも無限通りあるんならどう表していいのかわかんないわねせやなせやからそういうことがあって問題が解からへんっていうふうにみんなが困らへんように毎回問題出す人がこれを A ベクトルとするとかって勝手に決めるね例えばこんな図やとぶの通り O から A まで行く長さ3のベクトルを A ベクトル B まで行く長さの2ベクトルを B ベクトルというふうに言うね でも、このベクトルっていうのは方向を持った数であってどこからかっていうスタートは関係ないねせやからこれも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 全部同じ A ベクトル言うねなるほどどれも同じ傾きで同じ長さなら A ベクトルってわけねそれなら無限通りやってもなんか楽そうねしかも同じ方向で長さが6ならちょうどこいつの2個分っていうことやから 2A ベクトル 9なら3倍やから 3a ベクトルを言うし方向が反対やと3 a ベクトルとか角度が同じやったら全部 a で表せるからなベクトルは同じ数字でも別々やでって言うただけあって簡単に今までの数字と違って足せへんのやけど同じ角度やったら同じベクトルでまとめるっていうこともできるし違うベクトルやったとしてもつまりってまとめることができるねまあどういうことかピンとこおへんと思うんで早速例を見ながら教えていくと例えばスタートから a まで行くと SA ベクトルほんでそのあと A から B へ行って B から C へ行くと SA から AB で BC って動くんで式はこういうふうに書けるんやけどつまりどう動いたんってて簡単にままとめられてしまうね今回で言うたらまあつまり S から C まで行きましたってことやろってことで SC ベクトルこんなふうに行ってもこんなん行ってもこんなんないっても,んんってもつまり結局は S から C まで行ったんでしょって簡単にされてしまうんや。 な小学生でも分かるような簡単な内容やろ。あとはこれがどういうふうに問題で生かされてくるんかどうやって問題を解くんかっていうのをじっくりとやっていこうな。ってなわけでベクトルのこと少しは分かったかなまあとっても便利で分かりやすそうだっていうことぐらいは伝わったかしらね。あとつまりでまとめると便利ってまあそんなとこかしら。うんまあそうやな。ベクトルってほらなんかこうベクトールみたいな,なんかこう薬っぽい名前ついてるし。 つまりってまとめてすっきりするんやからまあほんとに便利っていうかな便利っていうか便秘っていうか <laughs> ななんてななあな,なんてなほんとまあこう最初にしてはまあこういい滑り出しのギャグやろっていうあ,てあれんなにおいどこどこ連れてくねんおおーいおーい